リチャード・アーサー・ブラバゾン・ポンソン・ビー・フェイン12月10日は、イギリス生まれの日本研究家である。日本の神道、神社、皇室、寮母、宗族、教育などについて、主に英文で著作を発表した。本尊、三つ佐藤とも名乗った。日本では、ポンソン・ビ博士とも呼ばれる。ブリンプトン帝、イングランド南西部サマセット州。1878年。 ロンドンのイートンテラスに生まれた。父ジョン・ヘンリーは、第4代、ベスバラ伯爵、ジョン・ウィリアム・ポンソンビーのムツオサースペンサー・セシル、ブラバゾン・ポンソンビー・フェインの長男である。母フロレンスは、第2代ファーカージャクサートマス・ファーカーの次男、ハービー・ファーカーの長女である。リチャードは、姉・バイオレットとの二人指定で、所有した、ブリンプトン庭は後に、 姉とエドワード・クライブとの愛の子であるニコラス・ブラバゾン、クライブ・ポンソン・ビー・フェインに相続させている。リチャード自身は、生涯独身であった。祖父サースペンサーの母は、第10代ウエストモーランド伯爵ジョン・フェインの娘、レディ・マリアであるが、ジョン・フェインは、マリアのイボ妹イモートで独身だったレディ・ジョージアナに、ブリンプトン帝を残し、ジョージアナはこれを追いであるスペンサーに移送した。この相続の後スペンサーは、 イコールフェインの生とフェイン家の紋章を加えることになった。リチャードは祖父サースペンサーと父ジョンが相次いで死去した1916年に相続者として生にイコールフェインを加えている。香港総督秘書時代のリチャード。1887年にプレパラトリースクールであるサニングデール校に入学。1891年にはハーロー校に進学した。 在学中はクリケットに熱中するが、病弱のため1894年に退学を余儀なくされた。退学後、療養を兼ねて、オーストラリア、カンヌ、マデーラ諸島、カナリア諸島を旅行する。以後リチャードは、生涯にわたって、船旅を好むことになる。1896年に、ナタール植民地に、総督秘書として赴任、不妊。1898年にトリニダード島。 1900年には、正論に転じ、いずれも、イギリスの植民地総督の秘書を務めた。1901年、保養のため香港及び、日本を訪問。これが初来日となった。1903年に、香港総督秘書となり、日本優先香港支店の三原茂吉から、日本語を習い始める。1907年に再び、ナタール、1911年に、 フィジーの総督秘書となるが、その間にも秘書や休暇による帰国の都市などに何度か日本を訪れている。1915年に再び香港総督秘書となり、毎年12月から翌年3月までは香港大学で英語と歴史の講師を無給で務めるようになったまで続けている。また同年には日本に関する最初の著書、日本講師ツプを刊行した。 この香港在任中にもたびたび来日し、大学での日本人の教え子らを案内役として、神社、寮母、史跡などをめぐっている。1916年1月に祖父サースペンサーが死去し、9月には父ジョンも死去した。リチャードはブリンプトン帝を相続し、生にイコールフェインを加えた。1919 19年7月に香港での職を辞して来日し、 東京市本郷区駒込新名町に今日定めた。九百三十四年四月一日、日吉大社にて、小学生の舞姫と共に、亡くなる直前の頃九百十九年秋に東京に移り住むと、研究の傍ら整形学園で、英語教師を無給で務めている。九百二十一年三月、皇太子、広人親王が法王の途上香港を訪問した。 際には、香港に滞在していたリチャードが、香港総督レジナルド・スタップスの通訳を務めた。この時、広人新能が、東北なまりで有名だった、グブ長のチンダ・ステミ白尺を引き合いに、あなたの日本語はチンダより上手ですね、と語りかけたという。この通訳の功により、同年区に四等随法賞を受賞。1923年の関東大震災で、 新名町の居宅が被害を受けたため、翌年、東京二木野川町に移るが、1925年には、京都市上京区小山下宇佐町に転居した。京都府立第一中学校での無給の英語教師も始める。1926年に、香港大学より、法学博士の名誉学位を授与されている。1928年11月の昭和天皇即位大典の折には、 民間の外国人として唯一人、京都御所見霊門での列立法廃に加わることを許された。1929年に、京都市上京区上鴨南王子町に自宅を新築し移り住んだが、後1934年にも同じ南王子町内に自宅を新築し転居している。1937年12月10日、異海洋のため上鴨南王子町の自宅にて死去。 去年60、12月15日に日本聖公会聖アグネス教会で、告別式が行われ、同日ダビに付された。遺骨は、翌年来日したアネバイオレットが携えて帰営し、ブリンプトン邸内の歴代墓所に葬られた。当時公的に唱えられていた、神道非宗教説に対し、神道は宗教であるとの立場を取った。神道の特徴として、寛容性に富み、 外国のような宗教上の迫害がなかったこと、潔白性、正常性を尊ぶこと、国家と宗教とが同一であり、天皇がその最高の祭祀であること等を指摘し、個別の神社についての詳細な調査を通じて、国民的原始宗教としての神道が、どのような歴史的、政治的影響を受けてきたかを観察することに努めた。古事記、日本書記、古語周囲のうち、 歴史書である危機とは違って、時代は下がるものの浸透思想が反映され、宗教としての信仰形態が見られるとして、ここ周囲を重視した。改まについて、国土の平定や開発などの事前的、建設的行為は、それに関係した神々の改まの作用であったとし、罪を犯したり、破壊的であったりするだけではない、活動的な信仰であると評価した。 王権神授説を信条とする立場から、欧州の国々が次々と君主制を廃して、共和制となり、自国イギリスにおいても、クロムウェル時代に君主制の中絶があったことを惜しみ、それと比較して、有士以来天皇の血統を維持し王朝が存続しているとして、日本の皇室を称賛。日本人はこれを誇るべきとした。国政の混乱を防ぐための必要条件として、 王権心授説の信仰と世襲継承原則の採用を挙げる。日本については、危機説はや三種の人器継承の歴史から、日本的な意味での王権心授説の信仰は強固に確立されていたとする。一方、世襲継承原則の採用については、長男相続の原則が確立していなかったことと、仏教の影響による上位入道の慣例があったことが、 皇位継承争いや献身による天皇の配立を招いたとし、これが日本史上の貢献の横領や戦国時代の苦難の原因であるとする。昭和天皇即位大典を見た感想として、列席者があの下品な金モールのついた様式の制服の代わりに日本古来の装束を着想した方が良かったろうと述べている。世界史上への地産者であり、 天然資源に恵まれない日本にとっての貴重な宝は生活の簡素と職務への献身であるが職場や学校での様式と私的な場での和式との二重生活が生活の簡素の微風を損ないつつあるとし洋食、洋服、洋室、博来品にかかる不必要な費用を社会から取り除くべきであるとした品事変について日本には何の得もないが 売られた喧嘩である以上、自衛のために戦わざるを得ないとし、欧米諸国が中国に同情的であることについては、中国は宣言が上手であり、日本は下手であるからだと述べた。教育については、1、小学校から大学に至るまで、それぞれが必要十分な独立した機能を有し、上級学校の予備校と課さないこと、に中学校の課程を5年から6年に延長し、 教科数を削減かつ選択の幅を広げること。3. 英語は必修とせず、各府県に一校程度、専門的な学校を設けること。4. 大学は入学資格試験によって、すべてのものに開放するとともに、学位の水準を高めること。5.1学級の生徒数を減らすこと、などを主張した。京都市北区上鴨南大島地町のポンソンビーフェイン、宮廷。 邸宅建築時の鬼瓦、ポンソンビー家の紋章があしらわれている。日本在留時は常に和服で過ごした。イギリス渡航の際は、船がイギリスに入港すると洋服に着替えて下船し、日本に戻るため乗船すると、即座に和服に着替えた。夕食時には、刺身と茨城県から取り寄せた納豆を欠かさず、酒は、菊、正宗の樽詰めと決めており、 瓶詰めを出されると飲まなかったという。納豆や酒樽は戦中にも持ち込んで公開中も、足しなんだほか、台湾や南洋群島では、滞在先に取り寄せたこともあった。京都で二度新築した自邸は、純和風で、洋室は一室も設けず、施工者が設置した洋式便器を見つけると、怒って和式に交換させたという。日本人の舶来品信仰を批判し、自らは、 日本製品の使用に努めた。輸入品、特にアメリカ製を嫌い、日本優先の価格船がアメリカ製石鹸を設置した際にはこれに抗議し、その後日本優先では国産の石鹸を用いるようになったという。1928年11月の昭和天皇即位大天の折、民間の外国人として唯一人。 京都御初見霊門での列立崩廃に加わることを許されていたが、東京観光のロボを見送るとき、額を地面につけて、平服拝礼したことから、青い目の高山被告郎と評された。日本居住以前に、各地の営業総督被所職を転々としていた頃から、ニュージーランドインド、日本、台湾、セーシェルソロモン諸島、ニューヘブリディーズ諸島などへの旅行やイギリスへの帰国で、 船旅を繰り返していた。日本居住後もほぼ毎年冬季には、香港、西ン、シンガポール、台湾などに渡航している。また2年に一度は、数ヶ月間イギリスに戻っていたほか、タスマニアベトナム対エジプト、南洋群島へも旅行しており、船旅で日々を過ごすことの多い人生であった。生涯の航海距離は約70万海里、航海日数は約3000日であったという。 乗客だった日本郵船が当時所有していた船に神社名から取った名前が多かったことから、同社から、鮮明港という著書を出版した。また、同社の英文広報誌、ザトラベルビュールタンに迷子のように寄稿している。1935年4月頃、邸宅前で自家用車とともに神社の衆院の収集を熱心に行った。遺品として、 一冊に五十社分を収められる、衆院長が四十冊残され、集めた衆院は、計二千社分にも上る。中には、マーシャル神社や、寺市南神社といった、南洋の神社の衆院も含まれている。また、経済的苦境のため印を持たない神社のために、自らその神社の由緒にかなった印を発注し、奉納し続けたという。電話やラジオといった文明の器を嫌って自宅に、 設置させなかったが、晩年には、国産品愛用の意味も込めて、ダットさんの乗用車を購入した。飛行機で旅行することはあったが、汽車、電車を問わず、鉄道を非常に嫌い、京都から東京に行くのにも、神戸からの船便を利用し、さらに京都で使っている、自家用車を東京に運んで用いたという。1938年9月、秘書権助手だった佐藤薫二郎。 宗教学者の加藤現地、国語学者の新村いずるらで構成する、本ゾンビ、大津井奥録編集刊行会が、本ゾンビ、大津井奥録を刊行した。同書には、生前のリチャードと交流のあった、学会、神社会、教育会関係者や家族、教え子など60名以上が、追悼文を寄せている。石川岩吉、入今さん、大久保敏武、 大谷登る、佐伯優儀、高山登る、林広太郎、町尻、和弘、柳田国夫、西田直次郎といった人々が名を連ねている。西方寺の本尊美君妃。本尊美君妃の理念。1939年4月、西鴨の西方寺境内に懸賞妃として、本尊美君妃が建立された。 リチャード・アーザー・ブラブ・イザーアン・ポンセンビー・フェイン百七十八から千九百三十七本尊尾君比叡、国宝学博士本尊、三つ歳佐藤君ロンドン人形で、名族も不保留室のみ有海外その在本古人、総多田市秘書兼大学講師近所名を、在東宮高王通、その寺侍が通、約以降、造君四刀君いるジライ城、陰謀が国城のび大正八年始終、 東京水師京都君通り赤月国語校、各国市足、石体弁解大を皇室制度考慮神社、神道行刀校、極無線名優松室その力、王女論著博覧託式学者水野君教犬家翼、清掃女鶴平勢記教飲食委副人言われ国属史、文科有志修身府首相は12年12月10日、病没おかみがも大教年601953年に、 ポンソンビ博士著作選集の刊行が始まると、当時の首相、吉田茂は一冊目を100部予約購入し、中日イギリス大使や総領事などに、日本のことが知りたければ、この先生の著作を読むようにと贈呈している。下鴨神社の第34回式年遷宮に際して、秘書兼助手だった佐藤薫二郎の親族が、リチャードの遺品、遺行、 急増初等多数を奉納したことから、奉納を受けた下鴨神社では2017年7月8日から9月30日まで、鴨社資料館秀保社において、青い目の神闘学者、ポンソンビ博士展と題する、回顧展を開催した。ありがとうございます。